長野県安曇野市三俣登山口を目指します。舗装された狭い林道を車で走行します。週末など混雑しているとこの駐車場を利用します。ここも満車の場合、さらに手前の真由美池前駐車場を使用します。800m ほど林道を歩きます。この先デートがあって許可車両以外は通行できません。林道ゲートから約 800m 歩きます。その先は本格的な登山道となります。このルートは残雪期に登った時のルートになります。目指す長ヶ岳、長槍の先には3000m 方がずらりと連なる槍穂高連峰の大パノラマが広がります。では稜線上の景色を見てみましょう。遠くには富士山と南アルプス、中央アルプスが見えます。槍穂高連峰からは常念岳や城ヶ岳、八ヶ岳が見えます。大展望を楽しめる長ヶ岳でした。